さあ今日はですね、自衛隊の輸送機ですかね、輸送機の映像から始まりましたけれども、私本日、ちょっとした報告がございまして、大した報告ではないんです。その報告というのはですね、私就職を考えておりますというね私現在経営配送ですね、個人事業主として軽貨物の、仕事を自分でやってるという形なんですけれども、ちょっともう体にガタが来たということで、わずか2年も持ちませんでした。軽配送の仕事は卒業いたしまして、就職をしようと考えております。大丈夫、どこにね就職するんだって話ですけれども、まあ私やっぱりですね、運転が好きだと、運転を仕事にしたいということで、ちょっと久しぶりに、昔もやったことはあるんですが、トラックの運転手をやろうかなと思っております。求人情報を見ていろいろ探しております。結構急ぎなんですね。今やってる仕事の期限がですね、もう来週の火曜日ということで、もうすぐなんです。だからもう早く仕事決めないといけないんですね。ちょっと遅くても、まあ、ゴールデンウィーク明けにね、仕事始めとかできれば一番理想的ではあるんですけれども、そうはいかないかもしれませんね。まあとにかく大丈夫だよと自分に言い聞かせて頑張ります。一番いいのはロト6が当たるっていう、ロト6さえ当たればところではあるんですけれども、まずはちょっとですね、私恥ずかしながら借金もございますので、借金もね返さないといけないので働きます。ちょっと就職します。ちょっと頑張ってね、ボーナスもらえる仕事はやっぱりやるべきかなと思っております。私今までにですね、人生で計算しました、25回ぐらい仕事変わってると言いますか、25以上の仕事をやってるんですね。そのうちですね、就職は1回だけ、まあ、わずか3年ぐらいしかやってないんですけども、それ以外はもうずっと、もう言ったらもうフリーターです。40歳平山茂クズです。そんな私といつもね、一緒に遊んでくれる友達もまだいます。本当に嬉しいです。もうその友達がいなくなったらもう僕はどうしたらいいのか。そして見てくれている皆様、本当にこんな僕とお付き合いくださいまして本当にありがとうございます。もう私は包み隠さず全てを話したいと思います。クズです。もう私には YouTube しかないんです。皆様の力を貸してください。チャンネル登録をするだけでいいんです。もちろん内容にご満足いただけない場合はすぐに解除してください。あ、ちょっと待ってください。解除はちょっと待ってください。こう常に改善改良を繰り返して質の良いものにしていこうと思っております。今日の動画を見てくだらない、こいつはクズすぎる、こんなやつの動画はもう見ないと思った方もいるでしょう。待ってください。チャンネル登録の解除だけは待ってください。まあでもしょうがないですね、もうそこはしょうがない。僕がもう言ったところでもうこればっかりはもう本当解除されても仕方ない。あと一人で50人というところですけれども、もうこれが一気に5人になったところで私は YouTube をやめない、その覚悟だけは決まっております。もうこの平山茂には YouTube しかないんです。
とはいえ日々の生活もありますので就職をしたいと思います。今日はずっと自分の話ばかりして申し訳ございません。何も参考にもならないし皆さんのためになるようなことは何一つ言っておりませんけれども、今日はこの辺りで終了したいと思います。今日もご視聴いただき誠にありがとうございました。もしこいつ正直だな、クズだけど面白いやつだな、そう思った方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。ということでまた明日会いましょう。こんなクズな僕だからこそ皆さんに言える言葉があります。それは大丈夫だよ、大丈夫だよ、あなたは大丈夫だよ、これだけは言わせてもらいます。そして明日も言わせていただきます。ということでまた明日会いましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。